はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんあのデミスガイアっていうヤバすぎるデッキをご存知でしょうか。あのイニシエより伝わりし最強のデッキなんですよ。昔ですね、あのこの主演のデミスっていうモンスターと、あとダークガイアっていうイービルヒーローダークガイアっていうモンスター、これを組み合わせたデミスガイアっていうデッキが、あのすごいねワンキル能力が高くて、あの強かったんですよ。強いワンキルデッキだったんですよ、 OCG の方でね。そのデッキがなんとデュエルリンクスでも組めるようになりました。ということでジジイホイホイデッキやっていきましょう今日は。これどういうコンボかっていうと超簡単です。デミスを出しますと、まずデミス出して2000ライフ払ってフィールドのカードを全部っ破しますと。全部っ破します。で全部っ破した後に、ダークフュージョンまたはダークコーリングで、デミスと、このバルキリオンとか岩石坂モンスターですね、岩石坂モンスターを融合して、ダークガイア出してワンパンするっていうね、そういうデッキです。これね、これ昔はね、あのここにね、例えば巨大化とか、あとなんか先行の双剣トライスとか、ああいうなんかその2連打するか打点上げるかするカードを使って打点を、ダークガイアの打点をめっちゃ上げてワンキルしてたんですけども、リンクスってライフ4000しかないんで、そんなことしなくてもワンキルできるんですよ。ダークガイア、まあ、要はデミスでぶっ飛ばした後にダークガイアでぶん投げれば勝ちなんで、というねめちゃくちゃやべえコンボで、高等儀式術の効果で、通常モンスターデミスをね出すときに、通常モンスターの岩石族を墓地を食っとくと、ダークコーリングでデミスの横にダークガイアとか出すこともできるんで、これね結構やっぱね、なんか使ってたけどね、やっぱね、あの先行マジでやるんだけど、その後攻はめちゃくちゃ強いです、はい、デッキとしてはね、はい。というわけで、早速ねイニシエより伝わるし最強のデッキ、じいちゃんが泣いて喜ぶねデミスガイアっていうデッキをねぶち込んでいきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、遊戯くんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。何言ってたこれ、ガイアか、モンスターを攻撃しよ、あ、あ磁石か、はいはい、絆磁石か、オッケーいいだろう。儀式が欲しいですね。コズミックサイクロンか儀式がどっちか欲しいですね。コズミックサイクロン、まあでもバック割れるか儀式、あー天才でした、我は天才でした。高等儀式術を発動、高等儀式術の効果によって通常モンスターをデッキから墓地に送り、儀式モンスターを儀式召喚するぜ。お前早いんじゃねえかそれ、早くねえか、ギャダキリかもしんねえぞ。終焉のデミスを儀式召喚、いけー、終焉のデミス儀式召喚、それを待っていたよ、のいモンスター効果、はい、デルタね、いいでしょう。さあデルタ効果、何らかのモンスターを、マグネットモンスターを墓地に送っていく。今から全てを終わらしてやるからな、今から世界の全てを終わらしてやる。あ読んでいたよ、磁石ベータ磁石、あーなるほどね、結集強いじゃん。でデルタを対象に取り、岩石族モンスターを墓地または手札から特殊召喚できる。これによって手札からガンマ、なるほど、手札からガンマ効果、そガンマでなんかある、あら、なんだっけ、何さっき言ったっけ、忘れた、ガンマ効果でなんか磁石モンスターを出てくることができる。で、はい、デルタ OK、はい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 、めっちゃ動いてくんじゃん、めちゃくちゃ動いてくんじゃん、ハハハハ、今からその全てを無に消してやるからな、今からその全てを無に消してやる、世界を終わらせてやる。モンスターを特殊召喚、ああいいだろ、ああいいだろ、全く問題はねえ、てめえのライフは残るんだったらな、終焉のデミスの効果発動、2000ライフポイントを支払い、全てのカードを破壊する。モンスター効果、さらに手札よりアダスターゴールドの効果、ダークコーリングを手札に加えていく。そして手札よりマジックカードをダークフュージョンを発動、ダークフュージョンの効果により悪魔族モンスターおよび岩石族モンスターを墓地の送り、あらあらイーグルヒーローダークガイア、さらにマジックカードダークコーリングを発動、ダークコーリングの効果により墓地の岩石族モンスターおよび悪魔族モンスターをゲームから除外し、あらあらダークイーグルヒーローダークガイア、おらおら黙れ、対戦ありがとうございました。これがイニシエより伝わるし最強のデッキ、デミスガイアだ。君も僕のファンになったかなさあお相手の方カリバくんね、はいはい、いいでしょう、ドローフェイズ、なるほどねOK、これは本当高校先行結構やることないんですよ、先行マジでやることないんですよ。
高校取んないと結構厳しいってありますけども、この手札はちなみにめちゃくちゃに強いです。はい、この手札はマジで強いです。ちょっとまあどういう風なことが起きるかだけ、 あの相手不正カードが何枚あるかだけ、ね、さあモンスターパフィームはちょっとエロいよな。そしてこのなんかピンク色のタイツね、このねタイツ結構僕は好きです。はいはい、RP レディ SC ね、はいはい。さあ伏せカード何枚あるかっていう、 SC もね結構ね、てかまあハッピーモンスター全部エロいんだけど、全てがだからまあ言うてね、僕ね相手にしてるの結構好きですよ、ハッピーデッキはね。なんでかっていうと結構エッチだから。さあ肉声はちょっとつらいが、コズメックサイクロン、まあとりあえずコズメックサイクロン一発打とう。コズメックサイクロンは一発打つ。コズミックサイクロンの効果、そうコズミックサイクロンの効果によって相手のフィールドの魔法トラップカード1枚選択し、そのカードをゲームから除外していく。あ、戻していいよ、戻せや、戻せよ。さあ高等儀式術を発動、高等儀式術の効果によって俺は手札より儀式モンスターを儀式召喚するぜ。笑われろ、終焉のデミス、デミスのモンスター効果。あ、はい、ですよねー、ですよねま戻されますよね、まあ、ここまでは読んでいました。ここまで、はい、おかえりデミス、おかえりデミス。そして俺はイーヴィルヒーローダスターゴールドの効果を発動、ダークフュージョンを手札に加えていくぜ。そして俺は手札よりマジックカードダークフュージョンを発動、ダークフュージョンの効果により悪魔族モンスターおよび岩石族モンスターを墓地の奥に現れろ、イーヴィルヒーローダークガイアーバトル、さらばだ。ハーピーの会話だ、なんかクソザコ鳥モンスターでは最強デッキで勝てない、悔しいでしょうね。さあお相手の方、あ、ゆずちゃんじゃん、これヒロイン対決か、出たヒロイン対決、アーク 5VS、GX ヒロイン対決、おっぱいの大きさでは勝っている、圧倒的に胸の大きさ だったらもう完全に勝ってる。大事なショットだ、ソプラノいいだろう、出た最強デッキ、いやもう幻想めちゃくちゃ強かったよね、バッカみたいに強かったなと思いました。これはいはい、アクランソン、ね、あ強いね、ソプラノ効果、なるほど、あもう融合してくる、なるほど、え回収は回収センクス A の、あのあれでフランソン、はいはい、ブルームディーバ、なるほど、えあ待ってこれブルームディーバって、これもしかしてこれ俺のデッキ書いてない、あれあ、これ待てよ、ブルームディーバー、ブルームディーバー無理じゃねえ、あブルームディーバー無理だろこのデッキ戦闘効果で破壊されず戦闘ダメージゼロになるっていうテキストガチキモいんだけど、おいふざけんなよ、おそんなテキストのカード許されないだろ絶対、おかしいもんこれ。でも2体 出せるけどね、これ結構、どうしよう、あっ違う、これダークフュージョンじゃなかったのか、ダークフュージョンじゃなかったのか、ごめん普通にちょっと焦ってなんか意味わかんないのか、ここ、あでもこれでいい、これでいいのか、これこうしてこうしてるから、こうしてでこうでしょ、はい、ダークガイア出していく、はい、5600強い、5600強い、あーんあーんあーん、サレンダー